はい、どうも皆さん、こんばんは。アザンと申します。今回、ぷよぷよテトリス2の実況プレイやっていきたいと思います。ということで、お父さんさんですね。お父さんさん、さんが連続続くね。よろしくお願いします。さあ、やっていきましょう。よろしくお願いします。ということで、初手は、蜂蜜砲を組んでいこうかな、ということで。やっていきましょう。とりあえず適当に火力にしておこう、これは。さあ、これ一回受けて、神穴が飛んでいくと。ケイって連発は強いと。いいっすね。さあ、ここも、蜂蜜砲を組んでいきましょうかと。さあ、これはパフェを狙おうかなと思ったけど、ミスりましたね。さあ、一気に振り対面に立たされてしまったんだが、どうしようかな。まあ、一応 Z で掘ってトレステトリスまで打っていくと。で、ついでにここも削ってしまうと。で、TS で打って、ディスピンミーニア打ってテトリスを押すと。OK。で、刺さっていく。対戦ありがとうございました。さあ、SSC さんですね。よろしくお願いします。頑張りましょう。さあ、よろしくお願いします。これも開幕蜂蜜砲から押し上がっていきましょうかなということで。しっかり、組んでいく。まあ、これ中開けの形にしてよ、良いかなというような、形だな。さあ、ゴリゴリ、削っていって、まあ、一旦ここまでかな。とりあえず、打てない。いやー、これはちょっと厳しいな。さあ、2連撃じゃ間に合わないか。いやー、あそこのTVの事故が痛すぎたな、これは。悲しいね。さあ、これも蜂蜜を組んでいこうか。こう、こう、こうで、こうで、こうですね。まあ、こういきますか。で、TS打ってから考えるスタイルで。ちょっと厳しめかなーっていうか刺さったわ。もう、相変わり、バカすぎ。無理、勝てん。さ、アサンですね。間違いしました。よろしくお願いしますと。さ、頑張りましょう。さあ、やっていきましょうか。よろしくお願いいたします。なんか俺 DT4 組み始めて、しかもミスっていくスタイルという、地獄みたいな展開になってしまったんだが。まあ頑張りましょうか、ということで。どうしようかな、これは。死んだね。うん、無理だ。間に合わねえ。余裕で咎められていくと。よくないね。さあ、瞑想法組もうかな、これは。ちょっと、一つもが噛み合わなかったし、置きミスしたし、これはもう割と絶望的な状況臭いんだが。なんとか押し上がれるかどうかというところだが、ワンチャンあるか、これは。で、TSD にして、でもって、どうしようかな、これは。なんとかなりそうなった。危ねえ。いや、割と事故りすぎてたけど、なんとか価値を持ってた。これは三角二号にしようかな。で、理想形をしっかりと組んでいくと。で、相手はなんだあれ。初めて見る。で、パフェを打っていくと、これ2リスパスだったな。もったいないね。だが、しっかり勝っていくと、タイヤリでした。オッケー。さあ、また SSC さんですね。よろしくお願いします。マジでこの人変わってないんだけど。強すぎて。さあ、よろしくお願いします。ということで。とりあえず、頑張るしかないんだが。とりあえず、軽くまとめて受けて。テトリス打って。ワンチャンホリレンでなんとかならないかなとか思ったけど、ダメそうですね。ずれた。
にその迷ってる間にもう刺されそうっていうね。あーミスったんで、もうほらもう前に一つもないと。さあこれは瞑想法で行きたかったんだが、事故ったんで、これはなんか終わった感が半端ないな。終わったかなー、これは。さすがにキビよな、こういうオフェンスをかましてたら。で相手はなんか入ってきてる。はい、さよなら。おもんなこのゲーム。ああ、最後もこの人だ。マジで勝てないって。よろしくお願いします。まあ、そうは言ってもね、仕様だからこれが。頑張らないと。さあ、頑張りましょう。割と、ガチで、勝ちを、もぎ取りたいが。ちょっと微妙だし、ミスったし。どうしようかな。ちょっと判断が遅いな、これは。いやー、こいない。おお、勝てた。一本取れたのでかいよ。ワンチャンこのままセット取りたいよ。取れたら美味しいよ。はい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 。こうで、こう打って。厳しいかな、これは。ああ、間に合わねえ。ずっと火力負け。シンプルに。シンプル火力負け。厳しそうかな。まあ、とりあえず、ハチミソン妥協契約組んでみたけど。ペット身の遅すぎる件についてっていう。タイトルにしようか、これは。いやー、勝てねえ、それ。無理、勝てん、終わり。取り込む。